お願いします。するとなるともうちょっとだから音に戻っていう、そうですね、声に出しちゃって、はい、カット、はいカット、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、すごく楽しかったです。何ですかね、やっぱり CM 撮影ってすごく緊張するんですけれど、監督も、もちろん甲斐さんもすごく皆さん面白くて優しい方ばっかりだったので、すごく自分のペースで緊張せずに楽しめたかなと思いました。なんかすごく雰囲気のいい撮影で、なんかちょうど桜も本当にセットかのような散り方をしていて、浜辺さんもね、なんかピュアな女の子を演じられていて、すごく良かったと思います。私ももちろん以前から存じ上げていたので、なんかそのイメージそのままな感じがして、それをというかイメージを超えてくる感じのスマートさがあってすごいなと思いながら横目で見ていました。横目で横目、はい、まあ僕も存じ上げていたので、なんだろう、もう透明感あふれる素敵な女優さんだなと思いました。そうですね、今の時代本当に身近にある LINE と音楽の融合ということで、まあ実際に僕も使っているアプリで、僕の世代とか中高生の世代ってやっぱりみんな使っているので、僕の友達もみんなプロフィールに今の気持ちを載せてるっていう感じがあるので、なんかそういうのをリアルに描いた CM で、人と人の距離を縮めるっていう、その音楽の持つ魅力だったりとかも詰まっていて、すごくいいものが撮れたなと思ってます。同じです。撮られた。でもなんか自分のやつと同じ曲とかだったら合わせてきたのかなって一瞬やっぱり思っちゃうかもしれないなと思います。入ってるか分かんないですけど、浜辺の歌とかだったらビクッとします。おっとなります、なります。自分の名前、私の名前からってあれってテーマソング的なところあるので。テーマソング。ちょっと思います。小さな声の歌自体、私は吹奏楽の時に弾いて吹いていたので、すごく馴染みのある重い色のある曲だったので、私が歌うことをすごく苦手だったんですけど、その今回は大きな声で歌ったりとかして、想像以上にすごく気持ちが良かったです。歌いますね。一人カラオケも行きますし、風呂場とかでもがっつり歌うので、その感じを思い出してって言われて必死に思い出して歌いました。イヤホンを二人でこう一個ずつつけるやつです。あります、経験はもう全くないです。やってみたいな。やってみたいなと思います。お友達ともそれを真似して、女の子の友達でやったことがあるんですけど、それでもなんかちょっと楽しかったので、なんかそういう胸キュンの時にやるとすごくキュンキュンするんだろうなって想像できな、できます。まあ僕カラオケがすごい好きで、で歌がうまかったりすると、おってドキッてしちゃいます。なんか、歌うまいんだみたいな、ギャップみたいな。歌うまそうな人ってなんか分かりづらいじゃないですか。実は歌がうまいっていう感じになると、おおってなりますね。まあ、そうですね、新生活ってどちらかというと緊張したりとかすることがすごく多いと思うんですけど、その何か始まるとか始めた時にすぐやめてしまうなり、とりあえず半年間ぐらい続けてみると、意外といつの間にか慣れてきたりとかするんじゃないかなと思うので、継続できるように応援しています。 LINE ミュージックの新 CM ができましたので、ぜひご覧ください。
ただ抱きしめる、ただ抱きしめる。ほら、あなたにとって大事な人。私の BGM、LINE ミュージック。